皆さんこんにちは今回は松田聖子さんについてご紹介しますぜひ最後までご覧いただき気に入っていただけましたらチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします松田聖子さんが歌手活動から引退する可能性があるのか気になっている人は多いのではないでしょうか松田聖子さんは過去に結婚をきっかけにアイドル活動からの引退なども噂されていましたが その際にはたたびび復帰しています松田聖子さんは現在すでに引退をしたとの声があり話題になっています歌手活動を続けていた松田聖子さんは娘の神田沙也加さんとの死別後に表舞台に登場する機会が減り今後引退する可能性もささやかれるようになりました重ねて松田聖子さんはこれまでにたびたび引退の噂が浮上してきましたししかし 2023年7月時点では芸能界活動を継続していることが判明しています。2021年12月に一人娘の神田沙也加さんが死去した際には、紅白歌合戦の出場を見合わせ、ライフワークの一環と見られてきたディナーショーも休止していたことは事実です。その後、松田聖子さんは想像を絶する苦悩を乗り越え、仕事に復帰しました。2023年からは埼玉、大阪、 東京福岡名古屋の5都市を飛び回るコンサートを開催しましたなお2023年8月には武道館の追加公演も行われました現在の松田聖子さんの活動内容について見ていきましょう実は歌手だけではなく映画監督とししてても活躍しています松田聖子さんはこれまで毎年のように全国ツアーを開催してきました神田沙也加さんの死去後 すぐはコンサートをキャンセルしていたのですが現在コンサートツアーを再開しています2023年7月時点の松田聖子さんの年齢は61歳体力も気力も厳しいはずですしかし松田聖子さんはプロとして弱い面を見せていません今後も往年のヒット曲をファンのために披露し続ける決意を固めたのではないでしょうか1979年にデビューした松田聖子さんは 2023年で芸能活動44年が経過しました。今も衰え知らずの美貌でピンク色の可愛い衣装をまとい、永遠のアイドルと絶賛され続けています。松田聖子さんのファン層は40代、50代といった長年のファンだけではなく、近年は若い世代にもファン層が広がっているそうです。世代を問わず愛される松田聖子さんの秘密は、変わらない可愛らしさと内面の強さがあるのかもしれません。 前述の通り松田聖子さんは2021年に映画監督デビューを果たし注目を集めました作品のタイトルは「フォークロアに」にあの風が吹いた日でで美ししささと悲しさを持つラブストーリーリす。主役の剣を演じたのは歌手の森崎ウィンさんでヒロインの美香を演じたのは高橋羽織さんでした。松田聖子さんは主役の剣についてイメージがすごくはっきりとあったと言います キャスティングにあたり実際に歌手で優しくて繊細な男性を探していた時に偶然森崎ウィンさんの映像を見て松田聖子さんはピンときたそうです松田聖子さんによると撮影は冬の寒い時期に行われ夜中の時間帯が多く大変だったそうですなおこの作品は第34回東京国際映画祭で上映されています松田聖子さんは自身のファンクラブも運営中です ファンクラブに入会すると、最新情報や特別なメッセージ、プライベートシーンの写真も見ることができます。また、コンサートのチケットを優先的に予約ができますし、限定オンライングッズも販売されています。なお、気になる会員費は入会費が1100円で、年会費が5800円となっています。松田聖子さんは YouTube の公式チャンネルも運営しています。これまでにアップされた動画は、 楽曲のミュージックビデオや dvd のダイジェスト映像などを視聴することができます特にライブの映像は松田聖子さんと観客が一体になって楽しんでいる様子が伺えますので気になる方は視聴してみることをお勧めします松田聖子さんはこれまでに3回の結婚を経験していますその度に引退が囁かれてきましたがそうはなっていません松田聖子さんが最初に結婚した旦那さんは俳優の神田まさきさんでした 二人の馴れ初めは映画「カリブガイのシンフォニー」で共演したことにあります。1985年2月頃に交際に発展したようで、同年6月に目黒区にあるサレジオ協会で挙式を行いました。人気絶頂のトップアイドルである松田聖子さんの結婚は大きな注目を集めました。1986年に一人娘の神田沙也加さんを出産しました。ところが、 1997年1月に神田雅樹さんと離婚します。そして2021年12月には神田沙耶香さんが死去し、日本中に衝撃を与えました。神田雅樹さんは現在も芸能活動を継続しているのですが、30年続く旅サラダ、昨年から一時の間休んでいました。神田雅樹さんについても旅サラダからの番組交番だけではなく、 俳優活動についても引退するのではないかと噂が浮上していたことがあります現在は番組の MC に復帰していますので引退ということは今のところなさそうです神田正輝さんと離婚した松田聖子さんは1998年5月に再婚を発表しました2人目の旦那さんは司会の旗の博之さんでの二人の出会いは神田沙也加さんが治療のために通院していた時に出会いました 松田聖子さんは結婚の報告会見の場で出会った時にビビビと来たと語ったことからビビビ婚と呼ばれ注目を集めることになりますしかし約2年半で2人は破局を迎えています松田聖子さんから離婚の理由は明かされていません3人目の旦那さんは神奈川歯科大で教授を務めている川名広正さんです2012年6月に松田聖子さんと結婚した当時の川名広正さんの肩書きは「 慶応義塾大学の医学部准教授でした川名博正さんの詳細なプロフィールは不明なのですが年齢は松田聖子さんより2歳下であることが判明していますのでおそらく誕生年は1964年で今年60歳になる年だと思われます川名博正さんとの出会いは2010年頃になります週刊誌の記事によると テレビ局で撮影をしていた松田聖子さんが急な排他で局内の排車に飛び込んだところ、担当した医師が川名博正さんだったのだそうです。最初のうちは松田聖子さんの方が積極的にアプローチをしていたのですが、最終的には川名博正さんの方が夢中になったと言われています。交際に発展したものの当時の川名博正さんには妻子がある身の上でした。このことから略奪婚だった可能性が考えられます。 一人娘の神田沙也加さんは1999年にロサンゼルスにある日本人学校に通っている時に両親の身の上を隠してオーディションを受け短編映画「ビーンケーキおはぎ」のヒロイン役で出演し女優デビューしましたその後神田沙也加さんは2001年に日本で本格的に芸能活動をスタートしますデビュー当時は沙也加と名乗っていました一時期活動を休止していた時期がありましたが 復帰後はミュージカル女優や声優活動に力を入れ2014年には「アナと雪の女王」が大ヒットしますプライベートでは2017年5月に俳優の村田充さんと結婚しましたが子供に関する考えの相違があったとして2019年12月に離婚したことを発表していますそして2021年12月18日仕事で訪れた札幌市内のホテルの部屋から転落し 35歳の若さで死去しましまた遺書は見つかっていませんがホテルの部屋には書き置きが残されており愛犬の死や恋の悩みなどが書き綴られていたそうです愛娘の神田沙也加さんが死去した際には悲しみのあまり芸能界から引退するのではないかと見られていたようですその後松田聖子さんは「紅白」を辞退しライフワークの一環だったディナーショーもキャンセル芸能活動を休止し 神田香さんのに服していたようです。年が明け2022年1月末に49日の法要を行いやっと気持ちの整理ができるようになったとのことで松田聖子さんは同年3月に芸能活動を再開しています音楽関係者の松田聖子さんは「さやかさんの分も歌を届けていきたいという思いを強くしているそうです」という証言をウェブメディアが報じています神田さやかさんが死去した際にファンは「 松田聖子さんが引退してしまうのではないかと心配する声が多く寄せられましたネットでは「娘との死別は松田聖子さんが引退する理由としては十分に理解できる」というコメントやむしろ「これを機に引退した方が良い」という厳しいコメントもあり感じ方はさまざまなようです松田聖子さんは2022年12月にコンサートの中で追悼の意を込めて神田沙也加さんのデビュー曲「 エバーシンスをを披露しし観客の涙を誘いました松田聖子さんが歌っている様子が YouTube で公開されているのですがファンから「見ているだけで聞いているだけで泣けてくる」「さやかさんへのリスペクトが感じられる」「感動した」という絶賛コメントが寄せられていますなお「エバーシンス」の歌詞を見ると傷ついた人がまた前を向いて力強く歩いていくという意味合いの応援ソングになっています松田聖子さんは 亡き神田沙也加さんの思いを胸に抱きこれからも「エバー・シンス」を歌い続けていくのではないでしょうかところである男性の近況にも強い興味を持っている人たちがいますお久しぶりです前山隆久です本日33歳になりましたこれから自分のやりたいことをやっていけたらと思います2024年2月7日インスタグラムに突然「 前山久を名乗る個人アカウントが開設されました。なりすましの可能性も否めませんがアカウントのフォロワーのうちの一人は前山さんと親しい俳優の小沢廉さんなので極めて本人の可能性が高いと噂さされていますと芸能関係者前山さんといえば2021年12月に滞在先のホテルで転落死した神田沙也加さんの恋人で。 入籍目前と言われる間柄だった人沙也加さんの死の直後から心身の不調を理由に芸能活動を休止し2022年6月には所属事務所を退所し事実上の引退状態でしたその後はどこの芸能事務所にも入らず家族のサポートを受けながら身体を模索していたそうです事務所退所から約1年半ぶりの電撃指導に 周囲からは時期尚早だという声も少なくないようです聖子さんにしてみれば寝耳に水で新作の発売とほぼ同時期というあまり歓迎しにくいタイミングかもしれませんと前山さんの知人は述べていますさて話は遡って2017年当時の松田聖子さんは車椅子生活を余儀なくされていましたその様子が撮られたのは常夏の国シンガポールです 羽田発の便のフライト客の集団の最後に、車椅子の女性がいたのです。それが松田聖子さんでした。その直前、松田聖子さんは日本武道館のステージ上にいました。コンサートツアー、デイジーの東京公演真っ最中でした。しかし、その姿はいつもと違ったと言います。全曲、椅子に座りっぱなしで歌っていたと言います。なぜなら、不慮の事故で怪我をしてしまったようで、 松田聖子さんはコンサート中何度も、ごめんなさいねと口にしていたと言います。それでもあの歌声と笑顔はいつも以上だったそうです。芸能関係者によると、松田聖子さんはコンサートの1週間前に転倒しました。2日間のコンサートは、両日とも痛み止めの注射を打ってのステージだったそうですが、それでも歌うときにはかなりの痛みが伴うそうです。さらに転倒してからは食事もほとんど取っていなかったそうで、 いつ倒れてもおかしくない状態でしたまさに満身創痍でのコンサートだったといいます二千二十四年現在は松田聖子さんの足はすでに治っているため車椅子を使っていません後ろ向きに滑るように転んで腰と背中それから肩を強打したそうですかなりの重傷でコンサートの二日前までは起き上がることもできず武道館公演は中止も検討されましたしかし 聖子さん自身がコンサートの開催を強く希望したことで予定通りの開催となりましたと「ニュースポストセブン」が当時の様子を報じていましたいかがだったでしょうか今回は松田聖子さんの近況を中心に見てきました松田聖子さんは2021年12月に神田沙也加さんが死去した際には仕事をすべてキャンセルした時期がありましたファンから引退してしまうのも仕方がないと 松田聖子さんの気持ちをおもんぱかる意見が多数寄せられていたそうですしかし松田聖子さんは2024年1月現在も引退していませんそれどころか若々しい風貌を保ち元気いっぱいに各都市を回りコンサートを開催していますそして久しぶりの新作にファンからは安堵の声が上がっています松田聖子さんが2024年2月14日カバーアルバム聖子ジャズ3 をリリースしましまた聖子さんにとって新作は2021年10月にデビュー40周年記念アルバムを出して以来実に2年半ぶりとなりますアルバムにはエリック・クラプトンの「Tears in Heaven」のカバーが収録されていますクラプトンは幼くして亡くなった自身の息子を悼んでこの曲を作りました聖子さんはこの曲についてこう語っていますここの曲からどんなことがあっても どんなに辛いことがあっても、前向きに生きていかなければならないということを教えてもらった気がします、としています。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。